どうも、かさしょくです。今日はですね、巨人軍のキャンプ、ファンの方々ね、キャンプに見に行かれる方多いと思いますけれども、まあ僕がその選手をやってて、ファンと一番会える場所だったりとか、しんどいし、ファンに見したくないなっていうポイントがいくつかあるので、これをご紹介していきたいと思います。皆さんはですね、ウォーミングアップ中のメイングランドサンマリンスタジアムに行って、あの時めちゃめちゃね、人多くて、ウォーミングアップはね、選手からちょっと遠いところで見ると思うんですけど、そっからね、好きな選手を見に行ったりしたりすると思うんですけど、そっから、ピッチャーだったらグラウンド変わってキャッチボールする場所、宮崎運動公園ではですね、 A グラウンドってあるんですけど、まあ今 A グラウンドでやってるのか B グラウンドでやってるか分かんないですけど、まあそのキャンプ地に行ったら選手の動きだったりとか見れる、紙みたいなのが配られるんで見てほしいんですけど、まあ、そこから A グラウンドに移動してキャッチボール、ランニングエクササイズをして、まあノックしたりするんですけど、まあやっぱりそのウォーミングアップを見ても正直つまらない。ウォーミングアップ終わったらすぐ選手ね、バスとか車で移動しちゃうんで、ウォーミングアップをするサンマリンスタジアムを見るんじゃなくて、移動してくる選手、球場で張ってる感じ、そのサブグラウンドって選手と本当に5メートルとか3メートルとかで見れる位置なんで、球場なんで選手の表情だったり会話とか全部、聞こえるので、逆にそっちの方がキャンプ行く時は面白いかもしれないですね。あとなんだろう、ちょっと話変わるんですけど、朝の散歩ってあるんですよ。パームビーチホテル2軍だったら、青島グランドホテルっていうところ泊まってるんですけど、そっから、青島神社に向かう途中の石にタッチして往復して帰ってくるのが朝の散歩なんですよ。トレーニングコーチが折り返し地点で待ってて、で一人ずつチェックをして、散歩来てないやつチェックするんですけど、その朝の散歩も結構見物で、ジャージで寒い格好して来るやつもいれば、もうめちゃめちゃなディズニーランドで防寒対策してるような誰か分かんないような格好してる人もいるし、まあそこでその朝も結構ねファンの人多かったです。朝6時半とかサインくださいとか写真くださいとか、そういったね、その普段見れない選手の朝の寝起きのなんだろう、ボッサボサの髪型だったりとか、はいはい、目やにがいっぱいついてる顔っていうのも、そういうキャンプならではでしか見れないポイントですよね。朝の散歩を写真撮ってくださいって言われるのが一番嫌でしたから、でそこからまあ朝の散歩して、飯食って、まあ球場行くわけですけど、あとなんだろうな、キャンプで見てほしいところ、普段見れないところって言ったら、やっぱりそのランニングじゃないですかね。ランニングと、まあ一軍の選手っていうのはやっぱ練習中、試合前の練習中にランニングを終わらせることが多いので、ファンの人たちはね、試合に合わせて来るじゃないですか、時間に合わせて。なのでやっぱランニングプラスキャンプのランニングっていうのはすごいきついんで、一軍でもね、なんか選手のしんどい顔だったりとか、その脚力だったりとかね、見れるんじゃないですかね。試合中どうしてもその短距離、瞬発系の走るところしか 見えないんですけれども、長距離系3キロ走だったりそういうのもあるんで、この選手意外に投げる体力があるけど走力、走る体力ないんだとか、そういったところも見ものかもしれません。笠原さんがもしじゃあ、ファンとして見に行く、はい、で内情をほぼ知ってるってなった時に、どういうルートで行くとかあります？どういうルート、はい、でもそれは好きな選手もよるんですけど、じゃあ坂本選手が好きだった場合、坂本選手好きだった場合は、はい、基本的にずっともうサンマリンスタジアムのメインですね。野手ってウォーミングアップして、はい、そのままキャッチボールノックっていう感じなんで、ウォーミングアップ始まって 1,2 時間はずっとそのサンマリンスタジアムにいるんですよ、メイン球場に。だからめっちゃ遠いっすよね。でプラスそっから坂本さんに本当に会いたいんだったら、ランニングに移動するとき、はい、坂本さんクラスになると運動公園の中にトラックがあるんですよ、300メートルトラックが、でそこでランニングするんですけど、そっから、車に乗り込む間の瞬間にみんなバレンタインチョコだったり、ちょうど2月だったり、2月だったらバレンタインチョコとかあるんで、その時渡したりとか、でたまに自転車移動とかもしてるんで、まあいつ自転車乗って移動するか分かんないんで、まあ、確実に会えるんだったらランニングの後、ランニング終わってバスに乗り込む前と、まあ、やっぱなんだろうな、キャンプならでは会えるっつったら、選手も今コロナ禍で分かんないんですけど、コンビニ絶対行くんですよ、なんで
ホテルの下で張り込んどくとか。あー、まあでもありそうですよね。でもホテルの下で張り込んでるファンほど選手は相手しないんですよ。サインくださいって言っても、あ、こいつら張り込んでるわ、ごめんなさいって言って断られがちなんで、子供には弱いですね、野球選手。子供には弱いです。なんで、まあ、子供連れてって坂本選手サインくださいと言ったら絶対断れないんで、それを他のファンの人見てるじゃないですか。あの人は坂本、あの子供に断ったとか、そういう悪い印象はつけたくないんで、選手は子供はには弱いです。はい。じゃあ次、じゃあ菅野選手を見たいとき、わりかし野手よりピッチャーの方がマジで近くで見れます。もう言ったらさっき言ったようにウォーミングアップ終わって、あの A 球場 B 球場っていうところに移動するんですけど、まあ、キャッチボールもそこで行って、エクササイズもそこでやって、なんだろうな、まあ、そこからキャッチボールノックとかもあるんで、わりかしピッチャーの選手が好きな場合はずっとついていってもいいかもしれないです。そう、あの移動ルート、選手のサンマリンスタジアムから A 球場移動、 A 球場した後バント練習があるからなんかこの花ドームに移動とか、いろいろ全部スケジュール書いてる紙がさっき言ったようにあるんです、配られるから、あのそれを見ながら、そのしかも12時にこの花ドームに集合してバント練習とか、時間もスケジュール書いてあるんで、その通りに時間見ながら移動するのが一番いいかもしれないですね。で、会いたい場合でしょ、とかサインもらいたい場合みたいな。一番サインもらいやすいのはこの花ドームってあるんですよ、皆さん。バント練習、バッティング練習を行うんですよ、ピッチャー。この花ドームからバスに乗り込む瞬間が一番サインかけ時かな。それか、B 球場からこの花ドームに移動するとき、だからキャッチボール、エクササイズ、ノックとか終わった後に、次は、この花ドーム移るから、この花ドームであの昼飯とか食べるんですよ。その B 球場からコンハードームって歩いていくんですよ。その間あのファンがずらーって横に並んでるんですよ、両サイドに。その時にもらうか、どっちかっすね。歩いて、歩いていく時、子供だったりとか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんはまあちょっと目に留まるというか、20代か40代の方が選手に目立つといいますか、もらいやすい人になるためにはした方がいいこととかってあるんですか？個人で行く場合でしょ。そうです、そうです。むずいなそれ。じゃあ例えば笠原さんが選手時代に、あのこいつみたいな感じの人とかっていなかったんですか？菅野さんとか、なんだろう、笠原に、現役の笠原にサインもらいたいときは、本当かどうかわかんないですけど、僕の周りの友達と友達になるんですよ。で、例えば拓也っていう俺の仲いい友達がいます。この拓也ってやつと仲良く なるんですよ、今 SNS とかで。で、仲良くなって、キャンプ笠原見に行こうと思うけどサインくれるかなみたいな、そしたら言っといてやるよみたいな。あ、で、初期って言うんで、笠原選手って言って、拓也の友達なんだけどみたいな、サインもらっていいみたいな、だったら、あ、おおみたいな。あ、確かに。で、盛りやすくなる。確かに。作戦その1。はい。で、その後拓也ってやつに連絡して、あ、今日知り来と、あ、そうそうそう、お願いしたいみたいな、サインありがとうねみたいなっていう感じの流れ。確かにその後もいいっすね。そうそうそう。で、その友達を見つけれるかどうかは問題ですけどね。そうなんですよね。そうなんですよ、確かに。もう全身じゃあ笠原グッズとかできたらどうします？もう笠原モデルのグローブ、笠原のユニフォーム、笠原のタオル。ああ、それはやっぱ選手の目に留まりやすいと思うんですね。全身も、で、うちは持ってみたいな。わかんないんですけど、とかだったら、おみたいな感じになります。他よりかは差別化できます。まあ目に留まるんですけど、でもその人に一人書いちゃったら他の人にも書かないといけないっていう心理が生まれるんで、ランニングの休憩合間とかいいかもしれないですね。あのポール間からポール間に走るランニングがあるんですよ。はいはい。で、ポール間からポール間、ネットあるじゃないですか、ホームランゾーン、はい、そこにファンがブワーッと立ってるんです。その時にポール間で休んでる時に、本当に大ファンなんですけど、そう、下手から出た方がいいです、申し訳ないですけど練習中みたいなサイン言っていただけますかって、笠原選手、笠原選手サインくださいより、笠原選手本当に申し訳ないですけどの方がもらえるっす。坂本選手サインくださいがめっちゃ多いんですよ、やっぱ基本みんなこうなんですよ。違うんですよ皆さん。そう、菅原選手サインくださいじゃなくて、聞こえるぐらい、菅野選手、ちょっと
変申し訳ないんですけど、あ、もしよかったらいいんですけど、みたいな、サインっていただけないでしょうかね、みたいな、もう子供が本当に大ファンで、みたいな、これでいきましょう。もらえます、これ。これもらえる。じゃもし横で、坂本選手って叫んでる人がいた場合どうします？うるさいよ、練習中だから騒ぐなよ、つって。はいはいはい、はい。終わってからしようぜって言いアピールして、で、お、あの人いい人やな。それ結構いいっすね。うん。横で叫んでる人いたら。で、そっからもしその叫んでる人がいなくなりました。坂本選手、ちょっと追い出してみましたみたいな。ちょっと申し訳ないですけど、一番臭いんですかって。まず下手から、絶対もらえるっす。100%もらえる。すごい。あるある。わかるんですよ、なんか。すごいですね。もうみんなもう前のめりになって、なんだろう、そのこっから出ちゃいけませんよみたいな、正解で、はい、前のめりになって、ないない選手、サインくださいもう絶対もらえない、あれ。うんうん、もらい方、その位置だね。そうですね。したてでもう申し訳なさそうに行きましょう。はい。うん、まあ、子供が叫ぶ分にはいいかもしれないですけど、ね、うん、キャンプの見物、あとね、よくなんだろう、そのネットとかにも書いてあるんですけど、野球選手、巨人の選手がよく行く飲食店とか載ってあるんで行ってみてください。うん、まあ外出禁止だと思うんですけど、ある選手から外出禁止って聞いてるんで外には出ないと思うっす。それか、パームビーチ、ANA ホテル泊まってるんですけど、そこに泊まっちゃうか。まあ、確かに。で、エレベーター一緒になるみたいな。巨人軍だけが全室借りてるわけじゃないんで、うん、一般のファンの方々と一緒にエレベーターに乗って、部屋まで、部屋っていうか、そのエレベーター階まで行ったこともありますし、うん。何回もエレベーター乗ってきて。確かに、ずっとエレベーター乗った。それは思うんですけど、うん、確かに。そうそうそう。あるじゃないですかね。そうですね、そのホテル一番角度高いかもしれないですね。うん、はい、確かに。まあでもあんまり皆さんやりすぎないように。そうですね。まあで、半分宮崎で半分沖縄か。まあ沖縄はね、沖縄の方がもらいにくいかもしれないですね、俺的に。練習が終わる、練習場の横に、まあ、やっぱりクラブハウスがあるんですよ、選手が休む、はい、この移動時、なんかサインもらう暇になってないんですよ。で、クラブハウスの前に車が止められるんで、うん、で、移動したとこバーンって行っちゃうんで、まあよく合コンしましたけどね、沖縄では。うんうん、今はもう無理っすけど。そうっすね、もうクラスターになっちゃいますからね。はい、ということで今日はですね、選手目線、体験したからこそ選手目線でちょっと話しましたけど、キャンプでの見方だったりポイントだったりっていうのを今日はちょっと、話してみました。ここがもうちょっと聞きたいっていうのがあれば、動画にしますので、またコメントでください。それでは次の動画でお会いしましょう。野球しようよ。バイバイ。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さん、またぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよ。